皆さんこんにちは。司会の中林久美子です。よろしくお願いいたします。実況の森泉浩一です。よろしくお願いします。森泉さん、はい、いよいよ SG になりました。いや本当に5日間楽しみなんです。で今日はちょっと雨マークも出ていたんですけども、現在のところは、雨は落ちておりません、はい、曇り空かなり暑いということで覚悟していた、選手も、はい、あれ伊勢崎こんな涼しいですかということでちょっと意外な感じでなんか拍子抜きしましたなんていう方もいらっしゃいましたけれども、さあこの気候にしっかり合わせる選手がどの選手か優勝戦で本当に楽しみになりました。そうですね。はい。そして本日は1レース発売中に開会式が行われます。その関係で1レースの発売締め切り時刻あるいは発送予定時刻がそれぞれ5分ずつ遅くなりました。ここはご注意いただきたいと思います。開会式大変楽しみです、はい、さあそれでは概要をご覧いただきましょう。まず今シリーズ優勝賞金が1300万円となります。続いて勝ち上がりもご確認いただきたいと思います。本日が初日、2日目がご覧のように二次予選 ABC と分かれています。3日目が5レースから8レースが準々決勝戦 B、9レースから12レース準々決勝戦 A となります。そしていよいよ4日目準決勝戦9レースから12レース通常の準決勝戦のレース、9レースから12レース1日枠の選手が優勝戦最終日優勝戦どの選手8選手残っているか、はい、中村雅人選手、まあ、復帰できて本当にほっとしたというファンの方もいらっしゃるでしょう、はい、連覇がかかりますし、そして鈴木圭一郎選手は史上初5大会連続でのグランドスラムを決めるかどうか大変楽しみです、はい、ご期待ください。さあそして歴代優勝者もご覧いただきましょう。ご覧のようになっています。前回は中村雅人選手が優勝となりました。やはりそうそうたるメンバーの名前ですね。はい、そうですね。でこのオートレースグランプリというのは意外と SG 初 V という選手も多い大会なんです、そのあたりも含めて大変楽しみです。さあ、それではここで、時間ご覧いただきます。1レースから6レースそして7レースから12レース本日の時間ご覧のようになっております。ご確認ください。さあそして、SG ですので、はい、初日からロッカーリポートが入ります。八尾明子さんです。八尾ちゃんこんにちは。はいこんにちは、ロッカーリポート担当の八尾明子です。今日はですねかなり涼しいです。まあ長袖でも大丈夫かなといったところですね。そして中林さん、はい、見てください。私の耳何これ可愛くないですか。すごい、はい、女子力アップ。そうなんですよ。今回は、出場している前田純選手の奥様に作っていただいたんですよ。いいでしょう。まさか、はい、おねだりしたのでは。いやおねだりはしてないですけど もう今回はこれつけて女子力アップで頑張ります。すごい素敵です。そしてなんとこちらには、はい優勝しました藤本美優選手来ていただきました。おはようございます。おはようございます。おめでとうございます。お気持ちはどうでしたか。そうですね、ゴールした時はほっとして取れてよかったっていう思いだったんですけど、日にちが経っていろんな方に祝福してもらって、嬉しさが込み上げてきました。いや本当に感動しましたよね。本当に感動した。う、ね、もうほらなぜちゃんの努力ずっと見てるからお待たせしましたそして今日はね、はい、イベントもあるんですよね。はい、32期の女子の3人マスと、片野と藤本3人で、11レース発売中にトークショーと12レース発売中に、写真撮影会がありますので、抽選じゃないな、なんか早めに申し込んでくれた方だけなので、ぜひ会いに来てください。そして CS 放送も出演するということなので、はい、ぜひそちらも皆さん見てください。その時にしっかりとその初優勝のこと深く聞いてみたいと思います。よろしくお願いします岸萌実選手が
ちょっと体調不良で、そうですね、はい、来れなくなってしまったので3人でやります、うん、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで、いや、はい、まさか乗せちゃってくれるとはすごく嬉しいです。いはい、初優勝、あの感動なんかまた思い出しそうで、ちょっとうるっときそうな感じなんですけど、あのスタジオにも来てくださるということですから、はい、ぜひご期待いただきたいと思います。さあ、それでは、初日のレースメンバーです。ご案内いたします。さあ、まず第1レースはオートレースグランプリ開幕となりました。ゼロ十の戦いです。2レース、こちらの8選手の戦いです。3レースがこちらの8選手となりました。4レースの予選競争、ご覧の8選手です。続いて5レース、こちらになりました。6レースの予選競争がご覧の8選手です。7レース、ここはグレードレース7となります。2連単払い戻し率が 80% のレースです。8レースの予選競争、ご覧の8選手です。さあ、そして、この9レースからは選抜予選となります。優先順位1位から32位の選手になりました。枠番抽選、9レースはまずはこちらの8選手です。10レースの選抜予選はこちらの8選手、さあ、地元早川聖太郎選手登場です。11レースの選抜予選はこちらの8選手、ここは2号車に中村雅人選手が登場となります。さあ、そして12レースの選抜予選、こちらの8選手となりました。ここは地元高橋貢選手、さらにはグランドスラムが今シリーズはかかります鈴木圭一郎選手登場。何か初日からこういったメンバーですと、暑いですね、かなり暑い戦いになりそうですね、ご期待いただきたいと思います。まあ、ですから9レースから12レースの選抜予選はすべてゼロのオープン戦、1レースから8レースまでの予選競争がゼロ10のハンデ戦となりました。まあ、ですからゼロの選手、まあ、ハンデ戦のゼロ10のゼロの選手はすべてが、ハンデが今回は10重くなっています。10戦の内枠の選手も、かなりハンデ10重くなっている選手も多くなっておりますので、そのあたりお伝えいたします、ご注意いただきたいと思います。